人技官、人技官、人技官、神塚さ、神塚さ、人技とは、神は、天神神である、天神を、疑惑につかみである、自義を表し、その名の通り祭祀を司る。古代の律令制での仁義官は、朝廷の祭祀を司る官であり、諸国の感謝を総括した。現存する、霊衆下より復元された、養老霊の職員霊には、 大上官に先んじて筆頭に記載されるため、大上官よりも上位であり、相並んで独立した一官であった。諸官の最上位とされた、日本独自の制度である。四等官は、長官は、仁義伯、次官は、仁義福、大福、小福、法願は、仁義、優、大輔、小優、左官は、仁義師、大師、長師、友部に、官部、三十人及び、 浦部、二十人、雑事を行う、支部、三十人、自家長、二人が置かれた。神部は、万丈官、浦部は、口述のように一部が、弟子と長女とされ、他は、万丈官であった。その他、例にない神奈木という女性やヘザという少年、五家居、三日木という少女も属した。相当する異界は低く、口述の神義博の相当異界は、 十四位下とされる。これは、大上官の上知の長官たる左大臣、正二または、十二位相当より、はるかに、低く、左大弁、右大弁、十四位上相当、太宰卒、十三位相当、七章の長官たる強、正四位下相当より下である、下に相当性の高三章。すなわち、上述の通り職員令、指揮料では、大乗官の上に位置したが、 文書行政では、大上官よりも会であった。神儀を、祭り、諸国のハフリべ、コーリベ、官主やネギの下の新職で、神戸から選ばれたのな長、名簿や神戸の戸籍の管理、大乗祭、鎮魂祭の施行、神ンや木木を司った。神儀礼規定の実際の祭りは、以下の通り、このうち記念祭、月次祭、大乗祭、 ニーナメ祭りには、諸国の祝が招集されて、インベから平白、ヌサ、ミテグラ、供物のことを反響された。近年では、このような全国的規模の祭祀、イコール神社機構統括のために、本来地位が低い神議官が大乗官と平地されたと言われる。古代の神社の社格である、官兵社は、記念祭の捧ぐ、平を、神議、官から、直接受ける神社を意味する。 国兵者は国主から受ける。友部のうち、官戸の職務は、最始神事の諸般の実務を行うことだが、例には明らかな定めがない、例修下職員で三節。神戸広成の古語周位には、以前は中富の、神戸、猿目の、鏡作り、玉作、縦作、手縫い、缶派取り、主取り、おみなどのいわゆる、名詞、な直いのうじが任命されたが、今は、 中富のインベラ2.3の氏族のみで他の氏族は絶える恐れがあると記載が、ああ、今後周囲が成立した旧世紀初頭の状況と考えられる。また、霊衆下の記載、三期により、インベのみから選ばれたとする説もある。浦部は、主として、規木を行うほか、大払いの解除、払いや六月十二月の同郷祭、鎮火祭に奉仕した。これらの儀式の性格から、 勘弁が伝統的神道的な祭祀を行うのに対して、浦部は恩妙道的な祭祀を行うとする説がある。浦部は20人全員が地方から選ばれ、内津島から10人、駅及び伊豆から5人ずつ牧日に優れた者を任命するとされた縁起臨時祭祀式。さらに、浦部の中から天皇個人に祈牧を行う大九州、大宮寺が一人認じられたと思われ、 704年、慶運元年に、これが、適人長城とされた、俗に本気慶運元年二月水の都以上。天平商法9年8月8日、大上官僧によれば、18位層あたり。旧主職は大旧主以外に、中宮の、職旧主、五旧旧主、太子皇太后宮主、皇太后宮主、東宮旧主などが、日本三大実録や、類似三大格。 ルイ・ジュフ、戦勝に見え、個人に付属したとわかる。大法律令制定以前の司書にも記載があるため、アスカ・清原の例等で、すでに設置されていたと考えられるが、記録がないため、詳細は不明である。平安時代初期までは、律令制の原則が守られたため、白の職も独占ではなかったが、その後、インベ氏や大中富氏、藤原氏とは、 同族が人技館の養殖を占めるようになった。後に、花山源氏白河家が人技館の長である、人技伯に代々就任した。人技伯になった者は実際は、進化でも王を称したので、白河博王家などと言われる。上述のように人技館の地位が時代とともに低下したのに対し、旧主職は旧世紀半ば頃から重要視され、同職についた浦部、う部べ、部らべ 八百五十八年没や浦部、意気是優、七十二年没の卒伝によれば、彼らは、外十五位下に除されている。本来、貴木という特殊技能を扱う職だったために、九州に認じられる氏族は限られ、十世紀後半には、津島出身のあ氏ゆうと浦部氏のみだったが、その後直視が没落し、浦部氏の独占となった。恩苗道が浸透し、重視されて、 安倍氏や鴨野氏が宗家として定着する10世紀末には、旧主として、浦部県の部が活躍し、浦部氏として、初めて人儀大福に任ぜられ、先例となるなど規範同宗家としての地位を確立した。13世紀初頭に現された、夕食古実書、官職秘書には、人儀福や優には重職である、旧主職を経験したと思って、浦部氏や直氏を任じたが、直氏は近年では耐また、 生き死も以前は優に認じられたが、近年は耐えたと記載がある。さらに仁義館の職のうち、九州以上の住職はないとも記され、浦部市、後の吉田浦部市と九州職の地位工場は同時に進行している。仁義館は大代々理の最後の建物として、天正十三年まで残っていて、関営期にも仮建物が作られた。慶応四年に月十七日、 1868年2月10日に他の6つの事務課と共に人議事務課が設置され7課の筆頭に置かれた。同年2月3日、2月25日に7つの事務課は総裁局のもとに事務局として再編成さ、人議事務課は人議事務局となった。同年うる4月21日、6月11日、 古代の律令制に基づく官制に倣って、生体書が交付され、大乗官制が敷かれた。人技官も正式に復興して、大乗官の下に置かれた。明治2年1869年6月には、人技官は大乗官から独立して、行政機関の筆頭に置かれた。明治の人技官の職称は、古代の人技官と同様の祭祀、ハフリベ。 神戸などのほか、新たに、諸領と宣教が加えられた。諸領は、天皇領など領母を管轄する業務で、古代の完成では、京氏、婚姻、小罪、曹操、外交などを司る、事務省の諸領氏が担ったが、明治になり、人議官の下の諸領領の管轄となった。神事を司る中枢の人議官が、従来、死者の汚れがあり、神事から遠ざけるべきだとされた。 天皇陵の祭祀を行うようになったのである。一方、もう一つの新しい職償である選挙では、人議官のもとに選挙誌という役所が置かれた。選挙は、キリスト教防御と維新後の国のあり方を国民に宣布することが主目的であった。だが、官員同士で共同の方法や内容をめぐって深刻な対立があり、また人議官の規模と能力も、 全国的な選挙には不足したため、成果を上げられなかった。また、本来の職象である国営の採取を行うための八神殿の造営が人議館内で提案された。中世以来本来の姿を失った八神殿の復興は再生一致の具体的な実現を意味した。特に平田派出身の官員は強く造営を主張したが、 当時県政を振るった津和野藩出身の福場義静は、新時代の再生一致のモデルは天皇震災にあるとし、八神殿の復興には消極的だった。また、当時の政府は東京テントや大城祭の東京執行などの問題を抱え、流動的な状況下で、大城間も八神殿の造営に慎重だった。それでも、神殿の意義は大きいとされ、明治2年、 1869年12月に当面の間の祭祀を行う仮神殿が完成。中世の廃絶以来白川、吉田領家で放祭された八神殿の玉城が封見された。仮神殿に明治天皇の震災を仰ぐ計画もあったが、天皇が風邪をひいていたため実現しなかった。翌1870年1月3日には震災が行われ、明治天皇は 直師として三条耳を使わした。仮神殿には、律令聖人儀官が祀った矢神に合わせて、歴代の高齢と天神地議が祀られた。この際に、神祭の御祖と大教旋風の御祖則が発せられ、神儀官の八神殿祭祀と宣教師の宣教政策は、直命で行うとされたが、神殿はその後も仮のままで、宣教の打開策も出なかった。なお、 一般に、明治人技館は平田派の国学者が主導したとされるが、政府内で養殖に就いていた、平田派の矢野玄道、角田忠之、丸山桜、権田直介は明治4年、1871年に、国事判の権威により追放れたため、明治人技館が平田派主導だったとは考えにくい。平田派の活躍は、人技館最高前であり、最高後は、 多くに高政の教えを受けた福場義史蔵津和の派の国学者が主導したとするのが妥当である。このことは古好みを強力に主張した平田派に対し新時代の解明的なビジョンを持っていた津和の派が受容されたことを示すと思われる。明治四年1871年8月、仁義官は仁義賞に降格し大上官の下とされた。この措置は 人義行政の地位の低下ではなく、むしろ、降格前に、大乗大臣三条耳が、人義博を兼任するようになるなど、密接な再生一致を意図していた。人義賞は大中賞の焦点による、神殿祭主と選挙師による選挙とで明確に、文章された。同年9月14日、10月27日に、人義法案の見事のりが発せられ、 八神殿から高齢を宮中に放線することとなった。同二十九日、十一月十一日には、神儀館中に、三金木、剣五府が設置され、翌三十日、十一月十二日に高齢が、賢所に先座された。明治五年三月十四日、千八百七十二年四月二十一日、神儀賞は廃止された。これは、 神殿造営に関して、福場義静が唱えたように、新時代の再生一致は、天皇震災とされ、天皇自らが行うことが理想とされたためである。神儀省が担当した、祭祀業務は、宮内省式揮部領が行うとされた。同年3月18日、4月25日に先に、先座された、歴代高齢を除く8神殿の祭神は、宮中賢所に先座され、 同年11月27日、12月27日に、神殿、高麗殿が完成し、八神は天神地義と合わせて神殿に祀られ、歴代高麗は、堅所から高麗殿に奉仙された。また、国学、儒学中心の宣教は、不可能とされ、仏教勢力の地盤と教家能力を取り入れるために、神仏寺の合同布教体制となり、国民教家の専門機関として、 教部省が設置された。学校教育制度の拡充とともに意義が希薄となった教部省は、明治10年、1877年1月11日に廃止され、干渉した任務の一部は内務省社事局に受け継がれた。だが、その後、人儀環境また運動、人儀特別管轄設置運動が盛んとなり、明治33年、1900年に、 社事局より神社局が独立した。1910年、明治43年、帝国議会は有山森林開発関連法を成立させ、台湾総督府は有山森林鉄路を建設し、神社建築などに用いる巨木を台湾から運び出した。1911年には、カラフト神社も建設された。昭和15年、1940年には、 後期2600年記念の際神社に局に代わって神議員が設置されたが目立った成果を上げないまま終戦を迎えた。神議員は昭和21年1946年2月2日に廃止され全国の神社の管轄は翌日設立の宗教法人神社本庁に引き継がれた。慶応4年1868年慶応4年 1868年ルー4月、大乗館内に再行。明治2年、1869年7月、生体初改正に伴い大乗館から独立。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。